試運転電車でね、なんか来たよ。すごい。おお。ここはちょっと待って。マイクだ。すげえ。こんなの来ちゃったよ。なんだこんなのかと思ったら。ドラクエと進まれよこれ。なんで福島の方走るのかな。試運転だからこれは。不思議でようだね。人が誰も乗ってないと思う。
例えば行くのかなと。水分線は中心にね、あの万越東線に向かってる。次はね、日立に行きます。マジで大変だ。今ここまで10万センチショートカットしてたわけなんですけど、おアイスの自販機がクーリッシュとか来てる。これは買うしかないでしょ。おお、買うか。ハイクラスもちょっと待ってください。とりあえずいいや、乗るときに買おう。ちょうどいいや。ちょっと暑いし、電車乗ったら本当に暑くなくて寝ちゃってや感じ。うと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 してた、ずっと。暑かった。本当にここでもう止まっちゃったらどうしようと思ったことなんですけど、電気効いてるからこれじゃないのかな。どう考えても回送表示だから、これは行ってから、でもだから回送表示って出すはずなんだけど、あんまりもう時間ないんだよね。あとで買おう。これか、これは普通の水戸行き。いやでも、もう見慣れた車両だね。もうこの4番線のこの緑の車両を見たらもう安心してきた。まだ安心しきっちゃいけないんだけど、これからね、今度ね、鹿島神宮を、まあ、目指してつったら、ね、途中、大洗をちょっとに寄り道してから行きます。つまり何が言いたいかというと、大洗鹿島線に乗ります。休日パス乗れるので、いいね、この休日パスで乗れるのがすごい。ちょっと電車入ったら取ってくるのが整理しようか。日立乗ったら、日立は本当座り心地もいい。もうなんかもういつもお世話になってる時で、もうここならもう何回目だろう、6回目、もう何回もかっこつけて乗ってる。今年の、あ、じゃあ去年の10月に乗りました。去年の10月に乗った時は何だか知らないけども、頑張ってな。10月はあの水郡線に乗った時に、東京駅から乗ったんだ。ああ、そうか。ベルギーチョコのクーリッシュなんか初めて食うの。初めて見つけたな。自販機限定なのかもしれないね。コンビニでは見かけたことがない。ユーモット、イズミ、ソハラ、日立、勝田、水戸です。ちょっと停車駅が多い。全部こんな止まるのかね。ちょっと、もっと少ない停車駅の人たちもあるのかもわからんけど、日立というのは南田の人も南田名前と南田行くとき、まあ品川までは行かないんですけど、水戸の理由ですけど、あの岬の門を見たらだいぶ安心してきました。だいぶ戻ってきたのかなと思いました。本当にね、慣れないと本当にもうなんか嫌だよ、嫌になっちゃうよね。本当仙台から1日で郡山を抜けて茨城まで、でさらにここから、まあね、大洗、大洗鉾田、あとどこだ、大洗鉾田を通過して鹿島神宮に向けて、さらにそこから千葉方面、千葉方面何かに向かうという。あ、やっぱりこれで合ってるんだ。開いたらもう見ます。ベルギーチョコで買っとこう。
中に入ったらまた撮ります。クリスも食べちゃいました。美味しかったです。
もうそのまま、日立はもう取らなくていいや、もう別に何度も何度も怒ってるし、うん、とりあえずもう、お笑いと大笑いと思います。何あれ、あれひでえな。ゴミ屋敷ってこと、やばっ。あれ線路やばいの、でかいよね。もうほら時間がないから多分通り抜けてても乗っちゃってて、とりあえず行ってんだろうな。こんなのあったっけ、こんな色。クリーニングセンターか。もう時間ないんだよ、本当に。よし。じゃあ乗りますか、これから。